カール・ビルヘルム・フリードリヒ・ホン・ブランデンブルク・アンスバッハは、アンスバッハ公領の偏教博。ブランデンブルク・アンスバッハ返教博。ビルヘルム・フリードリヒとその妻クリスティアーネ・シャルロッテ・フォン・ビュルテンベルクとの息子。ヤバンハクとも呼ばれる。父の死後、母の貢献下で統治を始めた。カール・ビルヘルム・フリードリヒは、典型的な絶対君主で、贅沢な宮廷生活を送った。 そのため、次男のカール・アレクサンダーに200万から300万、帝国ターラーの負債を残している。狩りにも熱中しており、その費用は国家歳出の10%にも及んだ。また、アンスバッハ工寮内に多くの建造物を建設してもいる。建築家、レオポルド・レッティを使い、アンスバッハ城を改築し、軍船ハウゼンに2つの城を築いた。 彼の知性の間に56の教会や教区監督の館が建造された。1736年から1738年にはアンスバッハの聖軍ベルトス教会が典型的な偏境博様式に拡張、改修された。狩猟の中でも特に高狩りを好み、1730年には建築家カール・フリードリ・ヒフォン・ソヒャに対して、 トリースドルフに高と先の館を作るよう依頼している。ソヒャは後に意見の衝突からレオポルトレッティに交代させられた。1748年6月14日に設立された高狩り場により、彼はヨーロッパ最大の高狩り場の所有者となった。 1730年のヨハネ祭から1748年6月までに彼が趣味につぎ込んだ金額は50万グルデン以上に上った。膨大な浪費に構わず、狩りに関してさらに2つの建物を建設している。バイデンバッハの後にグートプランデサーと呼ばれるようになる建物と、グンセンハウゼンの現在は官業銀行が使っているヘイデナブ宮殿である。 1757年8月2日に、卒中の発作により倒れ、亡くなった。1729年、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム・一世の娘、フリーデリケル・イーゼフォン・プロイセンと結婚した。この結婚から生まれた子供は、以下の通り、カール・ビルヘルム・フリードリヒの仮月は、バイデン・バッハの高度、子孫を残した。カール・ビルヘルム・フリードリヒは、 愛称となったライデンドルフの鷹城の娘エーファエリーザベトビュン氏との間に4人の子供を設けた。このうち2人の息子、フリードリヒ・カールとフリードリヒ・フェルディナント・ルート・ビヒは後にファルケンハウゼン男爵を名乗った。返京伯はこの後次にはなれない初出の息子にも財産を与えたのだった。フリードリヒ・カールはテュルン・ホーフェンとト,トラウツキルヒエンの城を フリードリヒ・フェルディナント・ルート・ビヒは、ラウフェンビュルクと、グンツェンハウゼン近郊のバルトの城を得た。バルト城は建築家、カール・フリードリヒ・フォンツォヒャが、自分自身のために築いた城間であったが、継承者のないまま亡くなったため、カール・ビルヘルム・フリードリヒのものとなっていた。また、辺境白は二人の諸子に、シュベービッシュ・ハル近郊のビーバースフェルトの城を、城としている。バルトの城には、 現在もファルケンハウゼン男爵家の末裔が住んでいる。ありがとうございます。